1月31日日曜日、夜の秋葉原の動画ですね。結構緊急事態宣言期間中ですけど人が歩いてます。結構人歩いてますね。はい、そして今度また丸亀製麺さんですね。秋葉原駅中にあります。で、割引券、貯めた5枚、天ぷらが無料になります。で、店内入りまして、まあ並ぶんですけど、小麦粉をですね並べてますね。で、どこのかと見ると北海道産使ってますね。結構いい感じですね。そしてメニューですけど、ちょっとあの都心の丸亀製麺さんのメニューはちょっと割高になってるんですね。で、頼んだのが、まあ釜揚げうどんと天ぷらですね。で、うどんが高い代わりにわかめが取り放題でした。釜揚げうどん、南とちくわ天、普通の釜揚げうどん店さんより60円割高でした。以上です。